皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はですね、皆さん、私が鬼滅の刃以外にハマってるアニメ何だと思いますか？もうライブとかでも何回も言ったんですけど、ワンピースにね、めちゃくちゃハマってて、もう毎日見てるんですよ。今日は7月4日ワンピース一番くじの発売日で、まあね、紹介するつもりはなかったんですよ。フィギュアも欲しいし、ちょっとやりに行っちゃおうかなと思って、私お小遣い4000円を持ち、一番くじをやりに行ったわけですね。まあ、2回やろうと思ったんですよ。やっぱりくじってさ、運だからさ、全部クリアファイルが出る可能性もあるよね。まあ、とりあえず2回やろうと思って2回引いて、一番下の章、G 章のクリアファイルが出ました。こう思ってって、でも目の前にね、フィギュアまだ全部あったんですよ。 ABCDルフィ2種類とサンジとゾロのやつがまだ残ってて、全部あと2回やろうかなと思って、まだできたんで、お金もまだ残ってて、まだできたんで2回やったら、下から2番目の F 賞のグラスと、まあ、一番下の賞の G 賞のクリアファイルがまた当たって、あーでもまあグラス出たからいいかなと思って、でもあと1回分のお金が残ってたんですね。もう1回やればもうお金ないから、とりあえずもうできないし、もうラスト1回やろうかなと思って、もう恐る恐るね、こうもう一生懸命、もうこれか、いや違う、こっちかってこう選んで引いて、はい、開けたらなんと A 賞が出ちゃいました。さっきも言ったんですけど、本当にね、動画にするつもりは全くなかったんですよ。あんまり私くらいの女子って、やっぱりメイクとかファッションであんまりワンピース見てないかなと思ってたんで、動画にはしないでいっかってね、いつも思ってたんで、まあ、A 賞が出ちゃったんで、いやこれはみんなに報告するしかないと思って、なので動画に今回初めてワンピースの動画ですね。でラインナップなんですけど、じゃあちょっと私が出たこの A 賞のルフィギアフォースのスネークマンで、 B 賞のルフィギアフォースのバウンドマンのフィギュア、ABCD までがフィギュアなんですよね。で C 賞がゾロのフィギュアで、 D 賞がサンジのフィギュアで、 E 賞がメモリアル、多分わかんない、あー漢字が危ない、やばい、この E 賞のカードアート、なんか絵みたいなやつですね。で F 賞が名言グラス、全6種類ですね。E 賞と F 賞は、であと G 賞がこのクリアファイルの2枚セットのやつです。こんな感じで全8種類、そしてラストワン賞のルフィギアフォーススネークマンです。やっぱりまずはフィギュアから開けてみたいと思います。いやー待って、ドキドキする。で9月にも一番くじがあるんですけど、なんと9月の一番くじやばいんです。 ABCDEE までが確かフィギュアで、もう興奮してます私、ものすごく。じゃーん、おーやばい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 、めっちゃ固められてんじゃん、プラスチックで。で私ちょうどアニメ見てるところで、ちょうど今日見たところでギアフォースになったんで、超運命を感じますね。オープン、じゃーん、あ倒れた倒れた、やばいって、見てこんな感じです。超クオリティ高くない？回します。え、かっこいい、かっこよすぎるでしょ。思ったよりクオリティ高いです、びっくりです。はい、フィギュアこんな感じ。これはもう後ろの棚に飾りたいと思います。ワンピースコーナーを作るんで、はあ、やばいです。次はじゃあグラス、ランダムで6種類の中から出るんですけど、名言グラスってやつで、私が一番欲しいのは、ロジャーも欲しい。ロジャーサボいいね、サボオープン、あサボ、やった、見えるかな、ちょっとこうやった方が見える。サボがここに書いてあって、でここに名言が書いてある、俺はいいけどエースが許さねえってよって書いてあります。かっこよき、こんな感じのグラスです。やばい、やっぱりさ、一番下のクリアファイルが出ても やっぱり元は取れると思うんだよね。680円クリアファイルって大体1枚300円じゃん。で2枚セットなんで元は取れると思います。でクリアファイルが G 賞3種類これ選べるやつなんですけど、2枚セットになってて、これがエースとマルコが1セットになってるやつ。じゃーん、こんな感じで、まずエース、かっこよくない？マジ私エース大好きなの。裏はワンピースで、もう1枚がマルコ、これね、頂上戦争でいたマルコです。あんま私マルコは詳しくないんですけど、めっちゃかっこいいなと思いました、頂上戦争で。やっぱりさ、もうエース選んだらもう白ひげ欲しいなと思って、もう白ひげはかっこよかったマジで。
で、これが白ひげとあのクロコダイルです。じゃあまず、はい、白ひげです。いいね、白ひげも。なんかね、もう年寄りなのにかっこいいって何って思う、本当にマジで。裏はもう全部ワンピースって書いてあります。で、クロコダイル、このなんでこの組み合わせなんだろうなと思った最初。白ひげとクロコダイル、クロコダイル私嫌いではない、なんか頂上戦争でちょっと惹かれた。で、最後が私が、まあ、一番って言えるかな、結構大好きなの。後ろにもこれね、お母さんからもらったこのフィギュア、あのアニメに出てきた時からパンクハザード編あたりから大好きになって、トラファルガーローです。すごくかっこいい、マジで。ローとキットのセットのやつです。まずロー、かっこいいよね。こんな感じでトラファルガーローって書いてあります。やばー、かっこいい。で、もう一枚がキット、こんな感じですね。で、あのね、思ったんだけど、トラファルローのローと一緒の組み合わせにするならコラソンの方がいいんじゃないかなと思った。なんでコラソンじゃないんだろうって。はい、こんな感じでした。めちゃくちゃいいですね、マジで。来月とか再来月に出る一番くじもまたやりたいと思ってるので、もしこの動画たくさん見てたらまた紹介してみたいと思います。まあそんな見てなかったら写真撮ってアップしようかなって思います、 SNS とかにね。よし、はい、ということで、またワンピースの動画見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、そして私のグッズもぜひ見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。